兵士の知恵を高める。わしはその支えとなって働き、その知恵を揺るがるものとする。それがわしの願い届けてきた兵士の姿じゃ。さあ皆も飲もうぞ。おお、酒も出ない。おお、鈴木丸。して、国松、時松、手松は。無事、再会の両親に預かってもらいました。さようか。ご苦労であった。しかし、賑やかでございますな。父上が殿上人となったものでな。殿上人、それは、おめでとうございまする。されど。何故でやろうか。腹が満たされるほどに心はいよいよ虚しゅうなっていく。しゃあ騒ぐにが殿。24年前、我が父を七日が乱暴狼藉を働いて朝廷に追われる身となり、忠盛の父政盛に討たれた。それからじゃ、王家の源氏を嫌われ兵士を贔屓されておる。もうそういう意味じゃ、今さらどうあがいても無駄じゃ。源氏が兵士に遅れを取ったわ。ひとえに父上の不甲斐なさゆえにござりましょう。若君、父上が不甲斐ないゆえ私は北面に入ることもできず、同じ年頃の者に遅れを取ったのです。おやめされませ。源氏の力を取り戻すために殿がいかに力を尽くしてまいったと思いか、いかに若君を慈しんでおさらねになったと思いか。良い道をやめよう。いや、やめません。やめようと申しておる。義朝の申すじゃ、すべてはわしの不甲斐なさゆえじゃ。特進いたしかねます。武士の将伝など未曾有のこと。忠盛ごときの働きにいちいち応えねばなどと思いになるわ。恐れながら上皇様のご意向がいまだ高まらぬゆえと存じまするが。忠真様、お言葉が過ぎます。忠真、措置を復職させたわ。先の院の息のかかった者たちを一掃し、我が独自の祭りごとを行うためじゃ。藤原摂関家が天下の権を取り戻す機会であるなどと夢夢思うでない。
上。私はあちらにいます徳大寺藤原の実氏様にお仕えしており。さようか。誰ぞ。お偉い方々。藤原の摂関家はかつて王家をしのぐほどの力を持ち祭りごとを行っていた一族だ。あちらはその王様忠実様、そしてあちらがその御嫡男関白忠通様だ。方々、こちらがこの度武士として初めてうちの昇殿を許されました平の忠盛殿にございます。平の忠盛にござります。新参者にて諸事部長法にござりますゆえ、方々のお導きお頼み申し上げまする。これはとんだ思考におじゃりまする。我ら藤原摂関家が招かれた宴に伊勢平氏風情が連なるとは。忠盛殿は院も帝もお認めになった天上人、何の触りもないかと存じます。院の心弱りにつけ込んだ心にて世に出るが、立派であると申すか。よその方だ、道家成殿の申す通りじゃ。武士でありながら天上人となったは、忠盛殿がそれにふさわしい才覚をお持ちということに他ならぬ。いかがであろう忠盛殿、一つ舞などご披露いただけぬか。忠実様、忠盛殿はこの宴の客人に。忠様の仰せにござりますれば。大したものだ。ただの宴ではない、祭り事だ。祭り事？みんなそれぞれに思惑があってここにおる。お前さんのお父上とで同じだ。こっちによるでない。もうそのぐらいでよろしいでしょう。未熟な舞にてとんだお目汚しとなり申し訳ござりませぬ。皆様のお言葉を肝に銘じ、ますます精進いたしまする。
今宵は恒例の豊の明かりの石油じゃ。帝のお出ましになる代理での行事ゆえそなたたちには関わりのないことだが。忠盛は招かれておるそうじゃ。同じ武家でありながら何故兵士と源氏はかような差がついたのであろうの。雨よし。それはひとえに私の不徳のいたすところ。それでよいのかと言うち。源氏は我が藤原摂関家との結びつきが深い。その源氏の凋落をこの忠真に黙って見ておれと申すか。忠真様、今宵忠盛は代理の渡り廊を一人で渡ることになろう。ためよし、源氏の、そしてそなたの誇りを取り戻すがよい。殿、何をお考えです？殿、これをお持ちくださいませ。強くなれと私に授けたこの剣を刺して与良は切るの気構えで堂々とご承諾くださりませ。天井での対等は禁じられておる。父上、飾り刀で参る。父上が牛の手しもうたのですね。気高く強き武士の心の軸を。武士の誇りが終わりならばあのような恥ずかしめを受けて耐えられるわけがない。結構にございます。武士の誇りと引き換えに手に入れた天井人とやらの立場がさように大事ならばそうなさればよい。今宵もまた舞を回され地に這わされヘラヘラ笑うておればよい。清盛様、お前も大家だな。大地の家人のくせに父上を諌めることもせず一緒になってはしゃぎおって。はしゃぐとは。まこと父上は筋金入りの王家の犬だ。